私の名前は石坂隆二と申します。ソリューションコンサルタントとして Adobe で働いております。私が Adobe に転職してきたのはおおよそ3年前になるんですけれども、デジタルマーケティングっていうところの領域においてグローバルでナンバーワンを走っていたのは間違いなく Adobe だということの認識があったので、そういった中で自分を磨きたいと思ったのが一番の動機になります。お客さんが抱えている課題を解決するための Adobe の、 そのソフトウェアであったり Adobe のサービスといったものをご提案していくようなロールになっております。他の会社だったらもっとこの組織だって標準化されてやるべきことが決まっていてっていう中で働いて成果が出るような、多分世の中に仕事もたくさんあると思うんですけども、 Adobe でできる仕事ってそんな仕事が一つもなくてですね、お客さんに全くお客さんが考えたことないようなソリューションっていうのを提供していくっていうところがあるので、 Adobe いるだけでそういう仕事には巡り回れるんじゃないかなとは考えてます。個人的な趣味が全て家族に関わるものに今の時点でなっています。特に最近は子供が、ロボット作ったりとかロボットを動かすためのソフトウェアプログラミングしたり、初めはなんかプログラミング教育的にいいかなと思って始めたんですけれども、純粋に本当に教育の枠を飛び越えてちょっと大げさですけれども、本当そこでクリエイティビティを発揮しているのが目に見て取れて分かります。これからも働き続けたいと思ってるポイントなんですけども、自分がやりたいように業務をできる、なので責任も多くは伴うんですけれども、非常にやっぱりそれが楽しい、私のその考えであるとかそういったものを尊重してくれてるっていうところは非常に感じるので、深いところでもう働きやすいっていう風なところがあります。